統一指数による能力偏差値が、優秀な本命馬を紹介していきます。全レース、全馬の指数グラフと本命馬は、この動画の説明文に公開先のリンクを掲載していますので、ご利用ください。名古屋競馬から推奨レースを紹介します。本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは、5レースの1つのレースとなります。本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは、2レースと、 3レースと4レースと6レースと9レースの5つのレースとなります。S ランクの本命馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。名古屋競馬5レースの本命馬から解説していきます。本命馬は8枠11番レアリーゼです。この馬の偏差値ランクは S ランク、勝利確率は51%を見込んでいます。まず 本命馬の指数グラフで本命馬の能力と他馬との力関係から見ていきます近走で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは一走前の指数の52で連帯目安の黄色線を19上回っています一方最低の指数となっているのは五走前の指数の26で黄色線を7下回っています本命馬の能力はまずまずです 他の有力馬との能力比較を行いますまずは対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは一層前の指数の41で本命馬のピーク指数に対して11下回っています最低指数に対しては15上回っていますこの馬にすべての条件が揃えば逆転の可能性も多少はあります次に 黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、4走前の指数の45で、本命馬のピーク指数に対して、7下回っています。最低指数に対しては、19上回っています。この馬に好条件となれば、逆転の可能性があります。以上より、他馬との力関係からは、他の有力馬にも、逆転の可能性があり、リスクはあります。 次に本命場に適正面のリスクがないか見ていきます距離適性から見ていきます距離は紫色の丸です今回は1500メートルとなります指数がピークとなっているところは一層前は紫の丸が1500 1500は適距離です展開面を見ていきますレース展開はミドルペースを予測しています一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます 指数がピークとなっているところは一層前はオレンジの四角がクバンテからの競馬です中段より後ろ目からの差しが良いタイプです先行力分析シートへ切り替えます先行力は24で3位です上がり指数は29でトップです高い上がり指数で鋭い差し足が見られそうです青線の傾向を見ていきます近走は 指数の青線が右肩上がりで調子が上向いています以上より本命馬の適性は距離適性と展開面と調子が高評価できます適正面のリスクは極めて低そうです以上の分析をまとめますと他馬との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性がありリスクはあります適正面のリスクは極めて低そうです冒頭。 この本命馬の勝利確率は51%と申し上げましたが、そのくらいの勝利確率は望めそうです。推奨の本命馬としても問題なさそうです。次のレースを読み込んでいきます。しばらくお待ちください。水沢競馬から推奨レースを紹介します。 本名馬の偏差値ランクが S ランクのレースは2レースと4レースと10レースの3つのレースとなります。本名馬の偏差値ランクが A ランクのレースは1レースと3レースと5レースと9レースの4つのレースとなります。S ランクの本名馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。水沢競馬4レースの本名馬から解説していきます。 4枠4番、グラスピレです。この馬の偏差値ランクは、S ランク、勝利確率は45%を見込んでいます。まず、本命馬の指数グラフで、本命馬の能力と、他馬との力関係から見ていきます。近走で、今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは、5走前の指数の37で、連体目安の黄色線を14上回っています。 一方、最低の指数となっているのは、四走前の指数の十九で、黄色線を四下回っています。本命馬の能力は、まずまずです。他の有力馬との能力比較を行います。まずは、対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、三走前の指数の二十一で、本命馬のピーク指数に対して、十六下回っています。 最低指数に対しては2上回っていますこの馬にすべての条件が揃えば逆転の可能性も多少はあります次に黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは5層前の指数の26で本命馬のピーク指数に対して11下回っています最低指数に対しては7上回っていますこの馬に全ての条件が揃えば 逆転の可能性も多少はあります以上より他場との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり若干のリスクはあります次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます距離適性から見ていきます距離は紫色の丸です今回は1300メートルとなります指数がピークとなっているところは昨年の11月は1400 1400が適距離ですが一層前の紫の丸今回と同距離の1300で停止数となっています1300は若干短い可能性が高いです展開面を見ていきますレース展開はスローペースを予測しています一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところは昨年の11月は8番手からの競馬です 中段より後ろ目からの差しが良いタイプです。先行力分析シートへ切り替えます。先行力は、14でトップです。上がり指数は、15で5位です。平凡な上がり指数で、差せないリスクも若干あります。以上より、本命馬の適性は、距離適性がリスクです。適性面には、多少のリスクはありそうです。以上の分析をまとめますと、他馬との力関係からは、 他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり若干のリスクはあります適正面には多少のリスクはありそうです冒頭この本命馬の勝利確率は45%と申し上げましたがそこまでの勝利確率は望めそうにありません推奨の本命馬としてはリスクが高そうです